チャン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 チャカチャン。はい、今週、あ、今日何読んだのコーナーです。野沢です。関根です。今日は暮らしを支えるネジの秘密という本を読んだんですけど、ネジについてさ、知りたかったんですよ。あ、そうですね、うん、いや、なんかさ、ネジってさ、要はすごい汎用的なものじゃん。いろんなところで使われてるじゃん、うん、だからそのもう規格とか統一されてるんだろうなって思うんでしょ。もう違う、違うんだよ。あ、そうなんだ。なんかさ、まあ、JIS の規格があって、日本はいろいろ頑張って ISO の規格に合わせようとしてるんだけど、うん、まだその JIS と ISO で整合性が取れてない部分があったりとか、うん、あとアメリカは独自のまた規格使ってるんで。なるほど。で、なんか一応 ISO は、うん、メートルが単位のメートルネジっていうのが使われてるんだけど、あのアメリカは当然インチなわけなんだよ。なるほど。このネジのこの太さが、何分の何インチとかで表現してるんで、メートルネジは何ミリとかで表現してるのに。で、違うし、あとこのネジのこの溝があるじゃん。水の角度がまたいろいろ違う。で、まあ、今2種類ぐらいしかないんだけど、55度と60度で、なんかいろいろあってさ、で、そのこのネジに合う規格はどれかみたいな調べるんだけど、ネットで、うん、なかなかこう情報が断片的で、うまく理解できなかったね。で、こうネジに関してこう統一的になんか書いてあるのないかなと思ってて、そしたらこう偶然これ見つけたんだ。で、まあ、ネットにはいろんな情報が断片的にあるんだけど、やっぱりこう、こういうふうに本になってパッケージになってると、いろいろ分かることがあるというか、その便利ですね。今回分かったのが、ガスの、規格、ネジの規格って W22-14 山っていうんですよ、はい、で、W っていうのはウィットネジの W なので、ウィットさんで、22は太さが22ミリっていうんで、で、14山っていうのは1インチに何山あるかっていう。あ、で、まずウィットネジって規格は日本では使われてないの。なるほど。そう、多分高圧ガス以外で使われてないんだよね。で、なんかそのでしたけど、たまたまなんか合うネジがあったりする、うん、それ全然違う規格のはずなのに。で、どの規格はあって、どの規格は合わないのかっていうのは長い間不思議だったんだけど、どうも8分の7インチの14山のユニファイネジってのがあって、それは合うんだよ。なんで合うのかなと思ったら、その8分の7インチってだいたい 22.22 ミリの太さが合ってるんで、しかも14山で1インチ14山だから、ピッチも合ってるネジの山だから入るんだって。違うのはこの溝の角度のね、ウィットネジは55度だ、そのでユニファイネジは60度、そこで微妙に違うんだけど、こうシールテープっていって、こうネジの周りにこうぐるぐる巻くテープがあって、はい、そのテープをかませてネジ締めると締まる。それ使えばなんか大丈夫というわけで、これ読んでそのネジのことが分かって勉強になりました。なんかこのなんだろう、ソフトバンククリエイティブのサイエンスアイシリーズかな。なんかいろんな犬の仕組みとかさ、なんかヘリコプターの知識とかさ、いろんなものがあるんで、まだなんか面白いものがあったら読んでみたい。